毎度お世話になっております。風来機2実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。前回よりこよみちゃんとしっぽり道のく二人旅としけ込んでいるんですが、やっぱナウイヤングのチャンネーがいるとモチベーションが違うよね。おばあとは違うのだよ、おばあとは。光のアイカツパワーもここに溜まってきたし、高木も頑張ってるし、俺も頑張らないとな。そんなわけでやっていきます。今のは全部俺の推測だけどね。アーケードに来てるんだっけ。けど肉の塩漬け一つにもその土地を知る手がかりがあるだろう。うん、二来家内は古くから沖縄全土で信じられてきた話だよね。だからさ、二来家内を知るにはまず沖縄の人と風土を知るべきだ。そこで初めて二来家内が見えてくるって俺は考えるんだけど、どう？ああ、なるほどね。書を陰と欲すれば馬を居よという話ですね。かわいい。こよみちゃんのクエスチョンポーズかわいい。こよみちゃんはしばし考え込み、そして時間かかるね。確かにね。俺のようなやり方では目的にたどり着くのに時間かかりすぎるし、他社の旅行雑誌ではコストパフォーマンスの時点で割が合わないから絶対にしないだろう。でもだからこそ、言っては失礼だが、零細企業のガイアスが美ら島店に参加した大手の広告代理店に打ち勝つチャンスもそこにあると信じている。時間はかかるかもしれない。でもいい加減な気持ちで上辺だけを紹介したって本当の沖縄は見えてこない。エクスクラメーションクエスチョンマーク。リスキーかもしれないけど、俺はこのやり方で二来家内を目指してみようと思う。ガイアスに属する君には歯がゆいかもしれないけど、これが俺のやり方だからできれば信じてほしい。君の信じる俺を信じろ。しばしの沈黙。そして土地の風と匂いを感じて伝える。なんかかっこいいね。こよみちゃんのさ、何がいいかってさ、こういうキュンとくるセリフをさ、真顔で言うところだよね。おいちゃんキュン死するわ。トゥインクしちゃうよ。そう言いながらこよみちゃんの顔が少しだけ柔らかさを見せた。いや、そんな気がしただけかも。いや、そんな気はしないよ。間違いなく俺に微笑みをかけてくれたよ。さて、いい取材ができたし、これもこよみちゃんのサポートのおかげだ。私何もしてないよ。そんなことないさ。地元を知ってる君が教えてくれたあんなすごい魚が実は美味しいってこととか、俺が偉そうに語ったセリフを真剣に聞いてくれていたことの喜びとかさ、俺の始まったばかりの取材にすごくいい影響をくれたよ。これは本当さ。照れた。照れたね、こよみちゃん。写真、ここ写真でしょ。そう、ここで撮らなくていつ撮るって言うんだよ。ピューリッツァー賞間違いないのに。そう言ってうつむきながら答えたこよみちゃんは、ここに来る前よりずっと近づきやすい印象を与えてくれた。美少女が照れてうつむいてるところを写真に撮って、ご飯3合くらい食べたいんだけど。じゃあガイアスまで送っていくから後ろに乗って。いい？喋った。もちろん。一度引き受けたからには帰りも責任持って帰らない、送らないとね。でないと陽子さんに締め殺されそうな気がするのは多分気のせいじゃないよな。ありがとう。マジ可愛いな。プリチーでキュワキュワだな。
どういたしまして。ぎしり。そしてまたリアシートの上に彼女の重さと温かみが加わる。行くよ、荷物落とさないでね。なんか買ったの？ランブータンとか。アクセルをひねって走り出すと、慌てて買い物袋に通した腕を俺の体に回してくる。アクセルシンクロ。その腕はお刺身のせいで少し冷たかった。相馬さんってさ、美少女とタンデムした時のお約束絶対言わないよね。胸の膨らみがとか、女の子独特の甘い匂いがとかさ、そういうこと言わないよね。絶対むっつりだわ。なんのなんの、これぐらいお安いご用で。今日のご飯は一品多くしとくね。ご飯重くしときますね。え？じゃ、ほなな。あ、うむ、なんかあった時から独特な雰囲気の子だけど、そんなにめちゃくちゃ嫌われているって感じでもないのかな。まあ何にしても小読みちゃんのおかげで楽しい取材ではあったな。風来期の時みたいにさ、ポーズ決めてとか言って写真って撮れないのかな。それやりたいんだけどね。仲良くなったらできんのかな。あと行けるところって言ったら、もう残り1コストだから、国際通りだよね。じゃあコスト1を支払って、国際通りに行くぜ。バーン！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 やーん！あ、やーんじゃねえ。ふーん、ここが国際通りか。さすがに沖縄最大の繁華街だけあって人通りが多いな。溝の口の駅前に似てんな。それに車の交通量も半端じゃなく多そうだ。なんでもこの道はあまりにも車が多いんで、時間帯によっては一般車が通行禁止になるんだそうだ。へえ。俺も気をつけなくちゃな。ここの写真撮ってもな、もうちょっとなんかザ・国際通りっていう感じのものが欲しい。人、車、すべての雑踏が一塊になって聞こえてくる。人の居所に情報もありだ。何か二来家内の手がかりになるようなネタは転がってないかな。伝説の都でしょ？都心部よりはさ、宮古島とか西表島とか、そういうところに行った方がいいんじゃないって思うんだけど。でもそういうところに行くとさ、おばあがついてきそうなんだもん。嫌なんだよね。また沖縄弁でまくし立てられると思うとさ、読みづれったらありゃしねえからね。と、あまたの観光客がそぞろ歩く繁華街の中を、明らかに別種の人間とわかる格好で練り歩く。だけど特にこれといった取材の目的があるわけでもなく、ブラブラと当てとなく店先を冷やかしては去っていく。俺の姿はまさに観光客そのものかもしれない。マズルちゃんいないかな。国際通りだからいそうだけどね。パパーン、プオーン。歩道も車道も人と道でごちゃごちゃしている。しかしその雑多さが人の生活している活気の正体でもあるんだろうな。対面から歩いてくる歩行者を避けて、歩道の脇にあるベンチや看板、それに観葉植物などを眺めながら、さらに通りを奥へとブラブラ。もうちょっと行ってみようか。人手や貝殻で作ったアクセサリーを売るお店か。こういうのなら俺もよく海岸でキャンプした時に作ったっけな。相馬さんそんなことやってんの？ぼっちで？ちょっとないわ。人の趣味にあれこれ言う気はないけど、相馬さんないわ。これ相馬さん作ってんの一人で？ちょっとね、乙女チックでしょ。あ、これあれじゃない？泡盛とか入れておく壺じゃない？
こっちは酒屋さんだ。正しくは泡盛屋さんなのかな。お土産用と思われる高級そうな泡盛が壺のまま売られている。泡盛とさ、ドブロクって全然違うよね。違うよね。一緒にしたら怒られるよね。うお、ハブだ、ハブ酒だ、ハブ酒か。あ、本当だ。昔うちにさあったんだよね、ハブ酒。これ撮っとくか、写真に。13万6000円、高っ。アホちゃうか。確かに瓶の中に入っているハブは優に1メートルは超える超大物だけど、お酒の値段も超ビッグだ。何に効果があるの、ハブ酒ってさ。なんか需要競争とかに効果あるのかな。でもハブ酒ってお酒というより半分薬みたいなものなんだろうな。俺もそのイメージだわ。薬用陽明酒的なものかと思ってるんだけど、酒としてはあんまり美味しくないって聞くし。沖縄のおじいおばあの飛躍ってところか。これ捕まえてきてんのかな、それともハブ酒用に、なんつうの、あの養殖されてんのかな。養殖しなくても腐るほどいるよな、ハブ。こっちのお店は米軍の払い下げ品を売るお土産物屋さんか。ブラックマーケットってこと。あ、これあれだ、見たことある。あのガンキャリーっていうんだっけ、その言い方で合ってんのか分かんないけど、弾薬箱だよねこれ。こういうのがあるとやっぱ沖縄って感じがするな。こういうのね、インテリアにいいよね。写真撮っとくか。残り3枚だ。お、ここはこの、ん？おう、この露店は刺身？あ、入れ墨か。入れ墨屋さんか。すげえ、渋谷や原宿でもここまで踏ん切りついた商売してるのは少ないだろうな。渋谷とか原宿で入れ墨屋さんは見たことないな。竹下通りには少なくともないもんね。これも米兵のいる沖縄ならではだろうな。横浜とか行くとさ、米軍基地とか横須賀基地があるじゃないですか。だからあの、なんつうの、アメカジ屋さんとかがあったりするけどね。フライトジャケットとか売ってるお店とかね。しかし沖縄の土産物屋は派手だな。どれだけ他の店より目立つかで勝負をかけてるみたいだ。キティさんがおる。仕事を選ばないことに定評のあるキティさんがおる。キティさん撮って大丈夫かな。一応撮っとくか。あ、カーネル。うはっ、これってあれだよな、キンキラキンの見せびせから視線をそらし、歩道脇に立つ人形にふと目を留める。そこには誰もがよく知っている、しかし何かが違うものが立っていた。前掛けに麦わら帽子をかぶせて無理やりにお土産物屋のおじさんに変身させられちゃってるぞ。え、これいいの、持ってきたの、お店から。そんなことないよね、ちゃんとご購入されてるんですよね。しかし驚きはそれだけじゃなかった。何、ちょっともう写真ないし、カーネルはいいか。なんだこのパーポーな教祖様は。お台場のマックにこの人いるけどね、こんな感じで座ってるよ。撮るか。うさんくさ。パチモン臭がすごいな、このマジンガーは。でも恐るべし沖縄。お、夏美ちゃん。あ、違う、みことちゃんだ。そんな名前じゃなかった、誰だよ。そんな風にいつしか本物の観光客となって店先を冷やかしながら歩いていると、前をポツポツと歩く人影を発見した。まさかおばあは一緒じゃないよね。みことちゃん、みことちゃん、みことちゃんのポニーテールかわいいな。そんな変質者を見るような
あ、脅かしちゃったかな。あ、ごめん、俺だよ。あ、相馬さん。びっくりしました。私、ここにはお友達いないはずだから。脅かしちゃったか。ごめんな。いえ、それより、どうしてここに？いや、知り合いの婦女子がいたもんで、背後から声をかけようかなと思っただけですよ。あ、まだ何かわからないところとかありましたか？いや、単に次の取材地が偶然同じだっただけさ。みことちゃんは？おばあは一緒じゃないの？はい、おばあちゃんはお友達のところに行くそうで、途中で別れました。イエス。私は暇なので、市内見物でもしようかと。市内見物って早い話が観光？地元なのに？地元じゃないです。私は石垣からほとんど出たことないですから。あ、そうなんだ。あ、そうだっけ。じゃあマジに観光なんだ。はい、沖縄って離島に住んでいる人にとっては那覇が内地の東京みたいなものなんです。内地じゃなくて内地なんだ。イントネーションって内地かと思ってた。内地なんだ。だからさっきからここを歩きながらドキドキしっぱなしです。へえ、そういうものなんだ。じゃあ一人で出歩くのは怖くない？本当は私も行くはずだったんですが、お前は来なくてもいいからって。へえ、あれ、みことちゃんを知り合いに見せびらかしに連れてきたわけじゃないのか。おばあが会いに行った人って民謡関係の？はい、おばあちゃんや私の三線を作ってくださってる方なんですが。へえ、じゃあ今のところ予定はないわけか。ええ。それじゃあさ、俺とデートしない？はい、いいで。グッド反応。あ、驚いてる。しかも結構激しく。そんな、困ります。かわいいな。お会いしたばかりで。いや、何？一度会ったら、ブラザーで、毎日会ったら、ファミリーだって。古事記にも書いてあるだろう。いきなりデートだなんて。ああ、ちょっと落ち着いてもらえる？デートってのは言葉のあやだよ。え？確か民謡に詳しいんだよね。あ、はい。俺、そういうのに興味があるんだ。民謡とかって様々なものがモチーフになっているじゃないか。伝承とか伝説とか過去の出来事とか、そういうことを教えてもらえたらと思ったんだけど。やるね、相馬さん。そうやって女の子をとっかいひっかいしてるんでしょ。見習わないと。まあ、どのみち今日はブラブラ観光してるだけで大した収穫もなさそうだしな。みことちゃんがいるとは思わなかったからさ、フィルムめっちゃ使っちゃったんですけど。でもそういうことはおばあちゃんの方が詳しいですよ。君に聞きたいんだ、僕は。標準語の君に聞きたいんだ。あ、そっか。まあよく考えてみればそうだけど、でも、もう少し彼女と話をしてみたい。そうだよね。ババアより、ヤングだよ。じゃあ、これから予定はあるんだ。あ、いえ、それは。実は、おばあちゃんが戻るまでは、思いっきり暇だったりします。くそ、どいつもこいつも可愛いな。そうなんだ。それなら、歌でも歌いに行かない？カラオケ？私は、そうですね。歌よりも、お話が聞きたいです。俺の？はい。いろんなところを旅してこられたんですよね。まあ。私、生まれてから沖縄を出たことがほとんどないんです。それこそ学校の修学旅行くらいで。だから旅のお話とか聞きたいなって。ふむ。
あ、それじゃあさ、まずは俺に付き合ってくれない？君は俺に歌を聴かせてくれる。で、俺は君に旅の話をする。フィフティフィフティってことか。間違えた、ギブアンドテイクった。俺の言葉にミコトちゃんが思案する。そうですね、まだ待ち合わせまで時間もあるし。わかりました。お付き合いします。やったー！みことちゃんのボイス量、めちゃくちゃ多くない？まあ、こよみちゃんがほとんど喋ってなかったからってのもあるけど、みことちゃんのボイス量もこよみちゃんが発した音声を軽く超えたよね。カラオケ屋はそこから歩いてすぐのところに見つかった。1時間コースのお金を払って中に入る。あら、みことちゃんに歌ってもらわないと。俺から歌うけど、え、お前から歌うのか。みことちゃんのオンステージでいいんだけど、ワンマンライブでもいいけど。あ、はい、さて歌える曲はあるかなと。よし、これいこう。相馬さんってカラオケ行くんだね。じゃん、パチ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 。純粋だな、そんなキラキラした目をこっちに向けないでくれ。浄化されてまうわ。君ほどじゃないけどね、気持ちはこもってると思いますよ。歌には気持ちが入ってることが一番大切なんです。おばあちゃんの受け売りですけど、そういうものかな。そういうものですよ。それに相馬さんの歌って聞いたことないものばかりだから新鮮ですよ。アリスの冬の稲妻かい？ You are rolling thunder。 ただ古い歌なだけだよ。あんまり新しい歌知らないしね。旅と仕事の毎日だし。あ、そうだ、そろそろ民謡を聴かせてくれない？民謡ってカラオケに入ってんの？民謡ですか？うん、前にも言ったけど興味があってさ。面白くないですよ、民謡なんて。聞いてみなくちゃわからないさ。沖縄の人を知るには必要だと思うし。カラオケには入ってませんよ。入ってないよね、民謡はね。あれ、あのジョンガラ節とかくらったら入ってんじゃない？あの花笠音頭とかさ、メジャーな民謡だったら入ってんじゃないの？あ、なんだっけ、あのどっこいせいどっこいせいのやつ、なんだっけあれ、あ、ソーラン節だ。アカペラじゃダメかい。何々するような顔のみことちゃん。いや、どうしても嫌ならわかりました。でも一曲だけですよ。それ以上はおばあちゃんに頼んでください。おばあちゃんの民謡は凄まじいだろうな。翻訳してもらわないと絶対わかんなそう。私の歌なんてまだまだなんですから。ありがとう、みことちゃん。うむ、歌の安売りはしたくないのかな。よっぽど厳しくおばあに指導されてるのかな。じゃあ歌いますね。みことちゃんが歌ってくれたのは俺でも知っているメジャーな歌だった。沖縄の民謡って何だろう、何だろう、沖縄の民謡って知らないの。四万中の歌、これ絶対違うよね。でもそれは全然印象が違う。具体的に言うと、みことちゃんの声がすごすぎた。歌謡曲とは声の出し方が異なる。狭いブースにはもったいない、そう実感する深く透明な歌声。それが俺の感想だった。うちのおっかさんが今民謡教室に行ってるらしいけどね。こんな声の持ち主の前でいい気になって歌ってたのか、俺。なんだか自己嫌悪が込み上げてくる。いかがでしたか？歌い終えて一礼し、みことちゃんが口を開く。すごいんだね。マーベラスだよ。
ブリリアントだよ。それくらいしか感想が口にできない。本格的に習ってる人の歌ってこんなに深く力強く響くんだ。そんなことないですよ。私なんてまだまだです。おばあちゃんに比べたら全然大したことない。それに人より上手に歌えるってこととその歌が好きであるということは別物なんです。民謡好きじゃないのかい？褒めてもらえるのは嬉しいです。でもそれは昔からそのための手習いを受けているから。三線だって同じですよ。そう言うとみことちゃんはマイクをテーブルに置いた。みことちゃん、さっきまでの元気さとは打って変わり伏し目がちになってしまう。そんなみことちゃんの姿を見て俺は引っかかるものを感じた。誰かに似ている。何か確信があったわけでもない。でもなぜかそう思った。今の境遇に不満でもあるのかな。いや、これ以上詮索するのは良くないな。彼女とはそんなに親しいわけでもないし。あ、もうそろそろ1時間ですね。突然みことちゃんが声を上げる。なんだか不自然に明るい声。それじゃあ今度は相馬さんが付き合ってくれる番ですね。聞かせてください、旅のお話。ああ、そうだね。親しくなれば事情を知ることもあるだろう。今は首を突っ込むべきじゃない、そんな気がする。相馬さんって本当にいろんなところを知ってるんですね。そうかな。いやいいですな、みことたそ。このゲームに出てくる女の子みんな可愛いからさ、やばいんだよね。どうしよう、まずるちゃん早く出てきてくんねえかな、心変わりする前に。はい、じゃあ今回はこれで失礼します。お疲れ様です。